こんにちは、ラクプロデザインです。今回はフォトショップでシワが入った布にイラストを合成するというのをやってみたいと思います。今回のポイントはフィルターメニューの中にある置き換えフィルターを使って作業をしていきます。このフィルターを使うことで画像に合わせた変形をすることができますので、布のシワに応じてイラストを変形しながら合成するというやり方になります。それでは実際の画面を見ながらやっていきます。こちらが最初の状態で、シワの入った布の上にバッチのイラストが入っている、このような状態で進めていきます。まずバッチのレイヤーを選択して描画モードを上座にしてあります。こうすることである程度なじませることができますが、少しリアルさに欠けますので、置き換えフィルターを使ってさらにリアルに仕上げていきたいと思います。ではまず背景のレイヤーを複製します。次に複製したレイヤーに対してイメージ、色調補正、レベル補正を適用します。コントラストが強くなるようにゲージを調整します。ここで複製したレイヤーを選択して右クリックします。そしてレイヤーの複製をクリックします。この作業は特定のレイヤーを単体で保存するという作業になります。ここでは影という名前で保存をします。 OK をクリックするとこのファイル単体のファイルが立ち上がります。この影のファイルをデスクトップなどに保存をしておきます。では一旦この影のファイルは消して元のファイルに戻ります。影のレイヤーも削除しておきます。それではバッチのレイヤーを選択した状態でフィルターから変形置き換えを選択します。するとこのようなポップアップが立ち上がります。ここで水平比率と垂直比率をデフォルトでは10になっていると思いますが、3ぐらいの小さな数字にして OK をクリックします。するとどのファイルに置き換えるか聞かれますので、先ほど保存した影のPSD ファイルを選択します。すると例えば赤枠で囲んでいるあたりなんかはシワに応じてバッチの形も変形していることがわかります。このように定山単体よりもよりリアルな形で合成をすることができます。先ほどの水平比率と垂直比率の値を変えることでより変形具合を調整できるんですが、後から数値を変えられるようにあらかじめスマートオブジェクトに変換してから作業するとより柔軟に対応することができます。スマートオブジェクトに変換するにはバッチのレイヤーを右クリックします。その中からスマートオブジェクトを選択します。この状態で同じようにフィルターから変形置き換えをクリックして実行してみます。こうすることでレイヤーに置き換えの項目が表示されています。目のアイコン部分をクリックすることでビフォーアフターを確認できたり、置き換え部分をダブルクリックすると比率を改めて変更したりすることができます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画はこれで以上にしたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。